いやあ、前回のパートからため撮りでやっていくよ。刹那圭介だよ。はあ。さて、前回はね、前パートはね、謎の図形の問題があったけど、あれはもう、頭から外しとこ。今考えてもわからんでしょ。それよりだよ。結局、これトイレやって思いながらも、全然やってなかった。これをやっていきたい。何階のトイレかわからんけど、男子のトイレやな、これは。完全に。どうすればいいんかわからんけど、なんか矢印があって、上、右、下、右ってあるんよな。なんだこれ。どっかから立って、上、下、いや、上、右、下、右なんだろうけど。で、なんか×ある。×のポイントに何かある。いや、×から上、右、下、右か。まあ、とりあえず、いろんなところでそれをやってみる。いろんなトイレで。いろんなトイレで。やってみる必要がありますね。あ、ちょっと待って。ああ、これ。名前忘れた。常夏。まあいいや、上地郎さんで。いや、もう上地郎さんで一定しよう。上地郎さんにもくっつくんじゃ。三つくっついたらアウトの。邪魔だー、邪魔だよ。邪魔してんじゃねえ。そう、あいつが邪魔でちょっとやりにくいよな。先にどこから立ってどう動けばいいかっていうのを見といた方がいい。あの部分でさっき見たな、左から2番目で下からも2番目のところから上右下右やな。この部分、上右下、あ、わかりにくいです。あの赤いが邪魔で、上、下、右、ん？上、右、下、右やん。上、右、下、右やけん、ここだ。ここのトイレなんもなし。なら別のトイレ移ってやってみる必要があるな。なんかあるかな？なんかなかったらもうすぐにカットするんで、その辺はご了承ください。あっ！まさかの不意打ちかよ。ここカットね。お？菅野ポイント。1階の、なんか、東の教室ってこんなんがあった。え、ね、もう途中まで結構解いてくれとるな。7x イコールマイナス21。つまり x はマイナス3ですね。両辺を7で割って x 1個にするんで、マイナス21割る7はマイナス3。これは簡単。やけどこれがなんだって話やな。あ、戻した。まだ戻した、こいつ。なんやねん、お前ら。あ、お得な情報5があったんや。ギタ箱からアイテムが出ることはありません。ダンボールからもアイテムは出ません。雰囲気を出すために設置しました。だから散策ポイントから除外してね。今更言うなって怒らないでね。ダンボールと、下駄箱か。オッケー。なんかないかな、他に。あ、こんなところに。あー！なんか怒っとんなと思ったら来るんすか。一周ぐるぐる作戦で行こう。ぐるぐる作戦で行こう。ぐるぐる作戦。いなくなるままでぐるぐる作戦でいこう。自分でもその作戦名ちゃんと言えてないよな。いなくなるまでぐるぐる作戦。いなくなるまでぐるぐる作戦。うん。いなくなるまでぐるぐる作戦。うん。ぐる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 。ぐるぐる。ぐるぐる。いなくなるまでなるまでぐる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 。いつまで経ったらいなくなるんだ。いつになったらいなくなるんだよ。よかった、いけた。これいいな。いなくなるまでぐるぐる作戦やって。いいな、これ。教室におるときに見つかってしまったら、それで行こう。消しゴム。は？あ、お得な情報。消しゴム。手に入った後にお得な情報。メニューを開いているときは髪の毛が停止しますが、少しだけラグが発生するため、開いてすぐに停止しないこともあります。距離を稼いでからメニューを開くか、何もいない部屋で開く方が安全ですよ。そうっすか。ちょうどいいところへあったんでセーブしておいて。
やっぱいろいろ調べていく必要があるわけですな。一回あんま調べてないけんな。そういや1の D 鍵かかっている、鍵かかっている。お、なんこれ、なんか興味深いところあるんですけど。地下？え？おお、外に出れるん？あ、こっから外に出れるんじゃ。てか外出ていいんじゃ。そしてなんかある、小さい鍵、戸棚？戸棚、職員室か。なんこれ、あー、こっからも入れる。なに、なんて書いてもこれ、庭。なるほどね。なんでこんなにコーンが立てられとんか、ちょっと気になるところやけど。とんがりコーン三角コーン、ユニコーンと少し響きが似てる。どこがやねん、最強とんがりコーンなんなのこれ、俺が聞きたいとんがりコーン、カラーコーン、サッカー部が使ってる。うんふざけてんのかこれで、なんて言うたっけこれ、なんて言うやつや、鉄棒かバスケットゴー、バスケットゴー。シューはバスケ部だったんだよね。そうだぜ、スポーツはいいぞ。今その話出てこんでもいいやろ。上条さんバスケできるんすかそれぐらいしか思わんよな。それより鍵だよ、戸棚の鍵か。戸棚って言ったらやっぱ職員室を思い出すんやけど、どうかな。とりあえず一回全部、ああそんなんあったな、そういやそんな文章出るんだったな。とりあえず一回全部調べたら、二回行って職員室見てみようかぐらいの。にはああもう髪の毛うっとうしね。自販機、自販機の電気消えていて、空き缶、あーまた来た。結構エンカウント率高いっすな。あ、俺にはもうちょい出る回数を抑えてくれよったような気がするんですけどね。そんな口言ってもよくないから。いなくなるまでぐるぐる作戦で行こう。あ、そんな名前だったっけな。いなくなるまでぐるぐる作戦だった。まあどうでもいいけど、いなくなるまでぐるぐる作戦。多分この辺り多分何倍作戦になってるな。単純作業はここに。あ、よしよしじゃあ、思ったより早く消えてくれた。オッケーオッケー。お、下駄箱だ。下駄箱って何もなかったって言うたな。あ、出れるん出させてくれるんすか。ああ、そうか。今すぐ帰ることもできるけど、レンカはまだ学校内にいるかもしれないわ。俺が廊下で待ってた時もレンカは来なかった。一人帰ったってことはないぜ。プール、プール行けるんすか、行けんのかいあ、ここにもあった、通行禁止なんというかゲームの事情で通行禁止これ一つ一つ調べたところに何もなさそうやしな。よし、じゃあ戻ろう。これはなんだ、9月16日は文化祭です。やって、文化祭近いってようだな。そういや一階はこんなもんかな。確か一階のトイレで、なんか、さっきの地図みたいなやつの、チェックしたけん、まあここじゃないんよな。というわけで上行っても職員室とトイレ調べて、まあ頑張っていきましょうの状態ですね。こっちかい！よっしゃー！どっかにあったと思うよな、戸棚。ここじゃない。これじゃない。どっかあったよな、確かに。校長室かな。そういや、校長室なんか閉まっとうところあったような気がする。あー、いなくなるまでぐるぐる作戦をこんなところにすると思わんかった。いなくなるまでぐるぐる作戦。のつもりだって髪の毛が、髪の毛が邪魔だ。髪の毛が邪魔です。いなくまでぐるぐる、髪の毛もいなくなるまでって言えばないんですね。しょうがない。よし、じゃあ定位置行くぜ、定位置。定位置ってこっちだったっけ。あ、ここの下を降りたら定位置だったな。オッケー、いなくなるまでぐるぐる作戦。あれぐるぐる作戦する前に消えてくれたわ。まあ、それはいいことやけど、ちょっと残念だったな。ぐるぐる作戦第3回があるかと思った。これかな、もしかして。きたー、これだー。
メモ、鍵管理ボックスのキーナンバー4241。先生たちしか知らない鍵管理ナンバーで覚えておこう。4241。これがさっきの、つか職員室にあったやつだ。来たね。進展してるね。問題なしって感じだね。これやね。4241。4241。来たー。図書室の鍵、理科室の鍵、全部持っていこう。欲張り。全部って、その二つしかなかったんだろうかって思うけど、とりあえず進展。でかいな、この進展は。あー、あとトイレや、トイレ。まあ、とりあえずさっきセーブしておきますね。図書室と理科室を調べることができるようになったわけです。トイレこっちか。よっしゃ、先に確認しておきます。あ、消しゴムのことも忘れとった。消しゴムは投げるもの。いいえ、字を消すものです。ゴミ箱に捨てるなんてとんでもない。ちょっとボケを挟んできたな、投げるもの。赤組の音量に投げつけたら、これでなんとか倒せんもんかなって思ってしまう。ていうか、鍵めっちゃカラフルやん。あと二つなんじゃ、鍵。めっちゃカラフル。こんなにカラフルな鍵見たことない。落書き。これやな。上、右、下、右やな。これを覚えとかな。上、右、下、右。あ、ここじゃない。え？こっからの上、右、下、右やけん、ここのはずなんやけど、ここでもなかった。はずれか？もう一回調べてみよう。上、右、ここだと思うんやけどな。髪の毛が邪魔ですな。しょうがない。じゃあ2階も探索もちょっとしておくかな。何もなかったらカットでお願いします。ああ、そうそうそう、理科室か。ああ、入ってみようかな。入ってみましょう。近くにセーブポイントがあった。さっきセーブしたところやけん。でめっちゃ机並んでるやん。わあ、ここで赤髪の音量とか出てきそうやな。やて、こんなにえぎえにくい人ような感じが丸わかりやもん。うん、逃げるん大変そう。作者さんのなんか悪意が感じられる。悪意って言ったらいいんか。わーお、黒い鍵だけが書かれていた不気味なポスター。こんなん理科室にいらんだろ。何のために理科室にこんなんあるん。人体模型の代わりだったら、もうちょい人体模型っぽい絵にしとけばいいのに。こっち何？倉庫。あ、そういや、なんか、先生の中に、なんか光る虫がなんとかこうたら虫だったかな。生き物があるとか言ったな。それここ？もしかして。どっかにあったような、あるんだろうなぐらいの話だったけども、まあいいでしょう。理科室の日記やな。理科の先生の日記やな。うん。4月10日。最近気になるネットオークションで、あるゴミのような不用品専門のオークションで、格安で商品が手に入るらしい。うん。名前はカスオークション。カスオークと呼ばれて、ヤフオクみたいに言うなよな。7月17日。1週間後か。俺もそのオークションに登録してみた。商品は少ないが、かなり安い。これは人気が出るわけだ。お値段以上に取り、みたいな。うん、言っていいんかな、これ。7月26日。人の影の抱えているポスターを、125円で落札してみた。届くのが楽しみだ。ってさっきのがそれ？もしかして。あんなん125円で。125円でもいらんと思うぞ、俺は。8月2日。今日届いた！不気味な感じが素晴らしい。早速部屋に入ることにした。がさっきのか。3日後。ポスターを貼ったら妻に嫌がられてしまった。当たり前だよ。なんか夜中になると影が動いているのを見てしまったらしい。バカな話だ。だがポスター1枚で喧嘩をしたくないから部屋に貼るのはやめだ。10日。とりあえず物置にでも置いておこう。手放すつもりはないから貼る場所を考えておこう。で、1日になる。9月1日。ポスターは理科室に貼ることにした。人体のシルエットだけのポスターは珍しいから授業でも使えそうだ。夏休み前はなかったポスターは、
理科の先生が買ったものだったのね。ああ。先生、センスない。あんなの125円でも買うもんじゃない。そんなの買うんだったら、うまい棒12本買った方がいいんじゃないかな。125円だったら12本買えるだろう。そっち買ってバンバン食って、うめえってなった方が、美味しいよな。二つの意味で。紙くずしかない。特に重要なもんなし。銃で使う道具。あ、これだけかよ。じゃあ、こんなところで終わるもんで、ちょっとなんか嫌やけどさ。雰囲気的にさ。終わるもん嫌やけど、まあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け